そうすると背中触るとほら柔らかくなってくれてるんですね。なんかわかります、うんうんうん、ということはね、足の疲れが背中に上がってくるよってことがわかるわけなんですね。だから足をもうちょっと、まあ、温めてあげたりとか締め付けてあげたりしてあげた方がいいかな。ね、細かいところはね残ってるところ指で今から緩めていきますね。肩甲骨と肩甲骨とかね、肩こりによく効くところなんですね。耐えてる、大丈夫？
ぱい知ってます。すると背中を触らさせてもらうと、ほらめっちゃ柔らかいの分かりますか、うんうん、というのがもう絶世帯なんですね。痛かったよね。では、上向いてもらいましょうか。仰向け仰向け。